はい、トピックその18、まあ、既存の大臣許可漁業と漁業権の扱いの比較ということです。 まあこれはですね、でに許可を受けているすでに漁業権を受けているそれも両方ともですね、まあ、許可も有効期限があります、その有効期限が切れたとき、満了したときに次の許可をもらえるのか次の漁業権をもらえるのかそれの大臣許可とですね、漁業権について差があるのかということについてお話をしていきます。 まあ結論から簡単に言いますと、まあ、大臣許可漁業員いわゆる企業側のに対して甘くそして沿岸漁業者の漁協がやっている漁業権について厳しくというような形になっている令和漁業法で,です、ね、そういった差別感があることになっていますのでその辺についてお話をしていきたいと思います。まずこの大臣許可業 継続のの許可可または企業の認可つまり、えーね、また次の許可をもらえる話なんですけどもどういう時にもらえるかというと許可を受けた者がその有効期間の満了の到来のためその許可を受けた船舶と同一の船舶について許可を申請した時はこれは許可を受けられるまあ的確性があるなしがあるんですけども基本的に受けられますと,いうこ,と,ですところが漁業権については免許をすべき者の決定ということになっていて。 ねこうえー、満了業務を有する者による申請つまり、えー、有効期間が終わった人に対する申請がある場合であってというです、ねまあ、プラスがつくわけですねそれが適切かつ有効に活用されていると認められる場合はということでですね漁業権者にのみ適切かつ有効に活用を求められで大臣協賛業についてはそういったような要請がない。 こういった差別があることにまず、えー、理解をいただきたいと思います次許可を受けたもの責務ですけども大臣許可業業については資源管理を適切にするために必要な取り組みを自ら行うということと生産性の向上に努めるとこういったものがあるわけですで漁業権についてはですねこの責務について2つありますで1つ目は まあ結構似ているところがありますけれども要は適切かつ有効にに活用すするとということになりますで今度はですねこの責務の2つ目第2項というのがありますでこれはですね団体漁業権についてのみ規定されているということになりますじゃあ団体漁業権を持っているつまり漁協ですよねその漁協に対して 経営の高度化の促進に関する計画を作りなさい、定期的に点検をしなさい、その実現に努めなさい、こういうことが言われているわけですけど、大臣許可漁業についてもないですし、もう少し言えば個別漁業権についてもないです。ね、漁協に対してのみ、ね、非常に厳しい要請をしているということを理解していただければというふうに思います。まあ、非常にこれね、差別感というか、ね、不平等感があるのではないかと思います。 で次報告ですね資源管理の状況等の報告これは大臣許可漁業も漁、えー、業務もほぼ同じです次勧告ね指導とか勧告あります大臣許可漁業はですねまあ、あの生産性についてうるさく言ってましてその時に、えー、うまくいかないんであれば勧告するということです。 漁業権については指導及び監督となってまして最初に指導が行われそれでもダメなら勧告ということですけれどもどういった時に指導が行われるかというと漁場を適切に利用していなかったりとか合理的な理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用してないということのきは指導するしそれが従わない時はそれを勧告に移すというふうな話になってます。じゃあこの勧告を受けた時にどういう対応になるかというと。 大臣許可漁業についてはですねね、えー、勧告に従わない時というのは許可の取り消しがあります漁業権についてはどうかというとこれもですね韓国に従わない時は漁業権の取り消しがありますただし漁業権についてはですね指導と勧告というのがもう少し他にも絡んできますというのは漁場計画の樹立の時に まあ適切かつ有効に活用されていなければ漁場計画に入れなくていいそして免許をする時も適切かつ有効に活用されていない人にはあの従来からですねその人は免許しなくていいとこういう話になってます。でじゃあその、えー、適切かつ有効の判断基準というのは水産庁のガイドラインの中でこの指導とか監督 勧告が行われているかどうかそしてそれで改善されたかどうかそういったことによって判断されるのでこの勧告というのがですね、まあ、単純に取り消しだけでなく漁場計画そして免許者の決定に関係してくるというのが大臣許可との違いだということについてご理解いただければと思います。で、えー、漁業権についてもう一つあります。で 新たな漁業権を設定するよう努めるというような規定が入っています大臣許可漁業についてはない、ねえーまあ、企業に対して区画漁業権を免許しろみたいな話が、まあ、その根底にあるわけですけれども漁業権を企業に与えるようにしなさいよということを言ってますけど別に大臣許可漁業についてはそういった規定がないということです。 まあ以上、ですねこの既存の漁業権ですね大臣許可漁業と漁業権の扱いについては大きな差があるということについてえ認識していただければと思いましてこのお話をしてまいりました。